さんこんにちは。こんにちは。ようこそ高橋ファミリークリニックへ。先生今回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先生は学生時代ラグビーをされていたんですよね。はい、そうなんですね。僕は、千種高校時代と長崎大学時代にラグビー部に在籍しやっておりましたね。はい、そして今年ラグビーが日本で開催されていますけれども、はい、盛り上がってますね。本当に今回これほどまでに盛り上がるとは僕も思っておりませんでしたね。うん、なぜこんなに盛り上がってるんですか？やっぱり一番に日本が、はい、勝ってる、強いからでしょうね。うん、日本ってこんなに強かったんですか？ですね、私が高校時代、はい、もうほぼ40年前は、うん、まあ、今でも世界一と言われているニュージーランドと日本代表が戦うとですね、はい、まあ、大体100対0ぐらいで負けてましたね。うん、まあ、本当にですね、子供と大人の戦いでしたね。100対0ってなかなか見ないですよね。すごいでしたね。うん、では昔と今なぜこんなに違うわけですか？まあ、当時の日本代表選手は明らかに全員が日本人でしたが、はい、うん、今は、まあ、日本代表といっても半分外人と言われるぐらい、はい、うん、まあ、本当に外国人が多いですね。うん、やはり外国人が多いと強いということですか？やっぱり体格が違うので体格差なんでしょうね。ということなんですね。ところで前から疑問に思ってたんですけども、はい、ラグビーの代表ってこれだけ外国人選手多いじゃないですか。はいはい、なんか規制とかはないんですか？はい、一応規制がありまして、はい、まあ、まず出生地、生まれたのが当外国、うん、例えば日本である、はい、うん、で両親および祖父母のうちの一人が、うん、まあ、当外国日本の出身であるとか、うん、であと当外国例えば日本で3年以上継続して居住しているというこの条件の3つのうちの1つ、網羅すればいいということで、はい、うん、まあ、ただ2020年以降はこの居住年数が3年から5年に変更される予定ではありますね。じゃあ他のスポーツに比べて比較的規制が緩いということなんですよね。ものすごく緩いと思います。はい、ということは強い国で代表になった選手が、ま、もし代表漏れとかした場合は、はい、日本に来るとかしちゃえばもっと日本強くなるわけですよね。はい、まあ、ごもっともなご意見で、はい、実は昔はそうだったんですね。ですけど今は禁止されていてですね、まあ、もちろん過去にはある国で代表になった選手が別の国に代表になるということは、うん、今ではできませんね。あ、やっぱり少しずつは変わってきてるわけですよね。はい、日本はすごく外国人選手多いんですけど、はい、他国はどうなんですか？はい、これは少し古いんですが、はい、2015年のワールドカップでの状態を表に示していますが、うん、まあ、日本が突出して多いわけではないんですね。はい、現在日本は31人中15人が外国人選手です。うん、まあ、今回アジア勢では日本しかおらず、うん、まあ、やっぱり日本選手に白人や黒人が入っているとやっぱり目立ちますよね。そうですよね。そして今回は韓国の選手もいますよね。はい、もうこれは私にとってはもう感動ものでして、はい、まあ、今ですね、日韓関係がこの悪化しているときに、はい、共に戦ってくれる韓国人がいるのは、うん、もう本当に涙ができますね。うん、またそれがプロップといってですね、はい、スクラムの柱になる人ですから、なおのことこう感動しますね。もう前列で頑張ってる選手ですよね。頑張ってますね。うん、そしてキカとか、はい、戸籍上日本人になってくれる選手も本当多いんですよね。そうですね。今の特徴と、まあ、日本代表の特徴としては、はい、学生の段階で日本に来て、はい、日本人に帰化して、うん、本当の日本人になって代表になってくれている選手が多いですね。うん、現キャプテンのリーチマイケルなんかはそうですね。はい、うん、帰化して母国と戦う時って、はい、これどんな心理なんでしょうね。まあ、本当にすごいんだと思いますね。うん、ただその葛藤の中で日本代表を選んでくれた選手が今の日本代表になりますね。はい、母国の代表を決定まで日本代表を目指してくれたのが今の外国人選手たちになりますね。まあ、本当に感謝ですし、まあ、リスペクトする存在だと思ってますね。そうですよね。日本のお父さんお母さんって言ってすごく慕ってる方もいらっしゃるっていうのも、はい、そうですね、そんなお話も聞いたことありますけれども、はい、そして君が代も結構皆さん歌ってますよね。はい、国際親善試合の前に歌う国歌斉唱では、はい、まあ、いわゆる外人も歌ってますし、はい、リーチマイケルや松島選手などは、はい、とても流暢な日本語を喋りますね。うん、そして愛称だと思うんですけれども、はい、ニュージーランドはオールブラックスって言われてますよね。はい、むしろこちらの方が有名になってるんですけれども、はい、日本とかもそんな名前もあるんですか？はい、
あの代表にはこういうふうにあだ名がついてまして、かえって本当にそのあだ名の方が有名ですね、うん、まあ、オールブラックスとか例えばオーストラリアのワラビーズなんですが、うん、まあ、日本はこれブレイブブラッサムズ、勇敢な桜戦士っていうふうに言われてます、うん、まあ、代表の意味を見るとよくわかりますね、うん、桜のマークがついてますよ ね、そしてラグビーの歴史というのはどうなんですか、はい、そうですね、ラグビーの起源は1823年に行われたイギリスのラグビー校の試合でボールをあの抱えたまま相手ゴールを目指して走り出したことと、うん、が起源とされています、うん、ただこの頃にはですねラグビーというかサッカーの区別がまだまだなかった頃でして、うん、で1871年になってようやくサッカー団体から、脱退する形でラグビー協会が設立されました、うん、そして1895年にラグビーリーグと分裂して現在のラグビーであるラグビーユニオンが誕生しているそうです、うん、でラグビーの試合形式は2種類あるって知ってましたか？2種類あるんですか？私も知らなかったんですけど、ラグビーというスポーツは2種類あって、はい、イギリス南部を母体とするアマチュア主義を、うん、歌った組織はラグビーユニオン、うん、これはよく15人制のラグビーですが、はい、イギリスの北部を母体とする今度報酬を目的とするプロ的なラグビーリーグ、うん、これは13人制ラグビーというのがあると言われています、はい、日本でいうラグビーというとこのラグビーユニオンのことを言います、うん、あともちろんそれは15人制がメインなんですが、はい、実は7人制ラグビーも国際大会があるんですね。オリンピックは7人制になるんですか？7人制ですね、そうですね、いろいろあるわけですね。いろいろありますね。やはりラグビーの歴史はじゃあ200年あるからだからこそなんでしょうかね。そうですね、これはイギリスが発祥なので、はい、主に英国連邦が主体なんですね、うん、イギリス、オーストラリアとかがそうですね、うん、で日本の歴史はどれぐらいなのか知ってますか？ラグビーの日本、まあそういう雰囲気からいくと比較的新しいんですかね、うん、僕もそう思っていましたが、実は日本のラグビーの最初の試合は、はい、なんと1874年にイギリスの船員によって横浜で行われたと言われています。じゃあ100年以上前、100年以上前ですね、で100年以上前の1920年代になって、はい、ようやく日本のラグビーが成長し始めていきましたが、はい、これ明治大学、慶応義塾大学、早稲田同社が日本ラグビーの中心となり、うん、早慶戦も実は1924年から行われています、また中学、高校、大学、クラブと各段階で全国大会が実施されていますね、うん、今回のワールドカップの予選で4勝し決勝トーナメント進出が決定した日本代表は現在世界ランキングが7位となっていますね。7位、素晴らしいですよね。そして意外と日本の歴史が古いということにも驚きました。そうですね、うん、まあ、次回はラグビー日本代表がなぜ強くなったかの理由について話したいと思いますね、はい、先生がやはりやってた人だからこそ分かる、はい、ということですね、はい、じゃあ次回も楽しみにしております、はい、先生今回もありがとうございました。ありがとうございました。いわゆる漢方には日本式漢方と中国式漢方があり、はい、うん、中国式を中医学と言います。日本式と中国式があるわけなんですね。そうですね。じゃあまず日本式から教えていただいていいですか、はい、いわゆる日本式漢方、日本漢方は西洋医学が取り入れられ、うん、日本の漢方はたった一つの物差し方正相対というんですが、しかも、うん、開催されるワールドカップ、しかも日本が強いということで、はい、非常に盛り上がっているんですけれども、はい、先生は実際に試合見に行かれたんですか？はい、実は4試合のチケットを手に入れたので、はい、まあ、予選のトヨタでの2試合と、うん、と予選最終である日本対スコットランドの横浜の試合にも行きました。あと決勝戦のチケットも持っております。すごいですね、はい、でもチケットって取れない。